エルヨギヘスティシカ、レオヨギヘスは、ポーランド、リトアニア、ドイツで活動したマルクス主義者、革命家である。ポーランド王国社会民主党の創立者の一人。その党には、レオンティシカの名で知られる。ポーランドのビルノで、比較的裕福なユダヤ人の家庭に生まれ、その町の高等学校に学んだ後、ロシアの人民の意思派とつながりのある。 青年社会主義者の組織に属した。ビルノにおける、このグループは、後のメンシェビキ指導者、ユーリー・マルトフや、文ンとの共同設立者たち、フランス労働運動指導者のシャルル・ラパポールなどを排出し、さらに、レーニンの兄アレクサンドル・ウリアーノフやポーランド、革命家のピュース付ツキ兄弟とも接触を持っていたという。この異常な環境で鍛えられたヨギヘスは。 1887年に失敗したロシア皇帝暗殺計画に関わったペテルブルクのメンバーを国外脱出させる仕事を任され成功させる。彼自身はビルノに留まり民族主義の傾向を持つポーランドの同志をマルクス主義的組織へと導くと同時にローザルクセンブルクの所属していたワルシャワグループと結びつく。1888年に逮捕され、 翌年の5月に、行政的に禁錮4ヶ月の判決を受け、刑の終了後も、警察の監視下に置かれることになった。トルキスタン軍区に懲罰として送られる、直前の1890年6月、集合地で、ツァーリの役人の目をくらまして逃亡、スイスのジュネーブ、後に、チューリヒに居住する。亡命先におけるロシアマルクス主義の中心であった。 労働解放団と接触を持とうとするが、プレハーノフと衝突したため、自分の資産とすでに熟知していたロシアへの密輸網を活用して、独力でマルクス主義の古典を出版、配布した。ジュネーブでローザルクセンブルクと秘密の結婚生活を始めたのも1890年代からのことである。1893年の夏にポーランド王国社会民主党を共同設立。 ヨギヘスの役割は、組織作りや党機監視、労働問題編集などの表に出ないものにとどまり、彼自身も多くの偽名を使い黒幕であることを好んだ。1896年に、ポーランド王国の配布網が壊滅したために、労働問題が観光を停止してからは、ポーランド労働運動、非合法活動に従事する。1900年8月に、ローザがいたベルリンへ移住。 1901年12月から3ヶ月間、結核が進行していた兄を療養させるために、アルジェリアに滞在。1905年4月には、ポーランド王国、リトアニア社会民主党のクラクフ代表部を指導するために、ポーランド国内へ潜入。12月からローザとワルシャワで住み始めるが、1906年3月6日に、ロシア帝国の秘密警察に逮捕され、12月に、 強制労働8年の判決を受けるが、1907年4月に、モコトフスキ監獄から逃亡し、国外へ脱出することに成功した。5月からドイツで亡命生活を再開するが、この時からローザとは別居している。1908年12月、スタクプルの第6回大会で、ロシアにおける真の革命勢力はボルシェビキのみという政治報告を発表する。 この頃からヨギフェスとポーランド国内での活動家との対立が表面化し、1911年12月には幹部派と分裂派という党中央組織の不一致に発展した。第一次世界大戦が始まってからの1916年9月20日、ヨギフェスが編集したスパルタクス書館第1号が発行され、スパルタクス団は帝国政府に対する非合法闘争に入る。 ヨギヘスは自分では文章を書かなかったが、編集と配布という危険な分野を担当し、その卓越した組織力と陰謀の才能を発揮することができた。ウロンケ監獄、ブレスラウ監獄に収監されていたローザと連絡を取りながら1917年のロシア革命を迎え、1918年3月にベルリンで逮捕され、11月のドイツ革命に際して釈放された。 ポーランド共産党とドイツ共産党の創立に関わるが、後者の設立の意義については、会議的であり、スパルタクス団の指導者として最後まで反対票を投じている。1919年1月15日にローザとカール・リープ・クネヒトが義勇軍に殺害されてからは、スパルタクス団の指導を引き継いでいたが3月10日に、ベルリンで警察に逮捕され、即座に射殺された。 ありがとうございます。